はい、ガンチャンネルです。今回はですね、僕ハイラックスに乗って、3年っていうことでね、結構ねハイラックスのね細かい部分とかそういったのも全部動画で出してきたんですけど、改めてねもう一度自分の車をねちょっとレビューしていきたいなと思います。ヘッドライトだったりだとか各部のねボディのパーツだったりだとかね、そういうのをねちょっと細かくねもう一回レビューしてみようかなと思って動画の方撮っております。ハイラックスの今出てる GRS グレードだったり Z グレードにもね共通するところがあるので、僕のこの X グレードをね参考にしていただいて、購入検討迷ってる方ぜひね購入していただければと思います。はい、非常にねハイラックス乗ってて楽しい車なんでおすすめです。ではね早速レビューの方に行ってみたいと思います。では行ってみましょう。ではハイラックスのねフロントフェイスをちょっと見ていきましょう。で僕はですね、このフロントグリル、車外のトヨタグリルにね交換してるので、こういうようなね横文字の、トヨタレターが入ってます。標準だとね、丸い通常のトヨタマークがついてるようなねマットブラックの、素地のねグリルがつくので、そちら、ご注意ください。グレードの方は、Z と X と GRS っていうような感じでね3種類ハイラックスグレードが用意されております。これは一番下のベースモデルの X モデルっていうような形ですね。はい、紹介していきたいと思います。まずこんな感じでですね、一度ハイラックスはマイナーチェンジしまして、フロントフェイスがね前期と後期で大きく変わるような形となりました。ちょっとね形状を見ていきましょう。はい、こちらね車外グリルなんですけど、同じようなね形状のグリルが純正でついております。結構ねこの US のタコマをねイメージしたようなグリルなんですよね。標準の方も今のトヨタのトラックのイメージとしてねこの台形のグリルがね多く使われてますよね。この辺はねタンドラにもちょっとデザイン的に共通するところなのかなと思いました。フロントフェイス中央の、下ですね、下の方に行くとこういうような形でね、ガーニッシュがついてるんですよね。ね新型になってからここのねフロントバンパーガーニッシュっていうのが追加されて、素地のパーツなんですけどこういった感じでね通常のハイラックスについております。 GRS とかついてないパーツなんですけども、マイナーチェンジした後のねハイラックスにはガーニッシュっていうのがついております。この辺もね新型ハイラックスの特徴といえますね。で僕のハイラックスはね全てのハロゲン級となっておりますね。ヘッドライトのローとハイですね、ハイビームで、ポジション級ウィンカーっていうような形で、ね、光るような形になっております。これね、ハイラックスもグレードによってね LED だったり、ベースグレードのね X はねこういうような感じでハロゲンとなっております。これもグレードによる変更ですね。このハイラックスはねフォグランプは LED がね標準装備となっております。純正の、フォグランプにねイエローのフィルム貼ってこう黄色く見えてるんですけど、標準はね透明なクリアとなりますので、そちらご注意ください。で次にこのフロントフェンダー見ていきましょうか。はい、でハイラックスは、ガッツミラーがね標準でついております。タンドラと違って X と、ね、Z グレードには日本の保安基準的に、こちらねサイドミラーをつけなくちゃいけないので、こういう感じでねサイドアンダーミラーが装着されております。上級グレードの GRS についてはねこちらの方が、カメラはもともと標準でついているので、一番最上級のグレードにはねハイラックスはガッツミラーはついておりません。これもね日本の保安基準に適合するものでタンドラとの違いといえますね。でハイラックスのフロントフェンダーはタンドラと比べて結構ねプレスラインがなくて膨らんでる曲線があるようなイメージなんですよね。結構タンドラはこうプレスラインが入ってて結構ねカクカクしてたんですけど、それに対してハイラックスのイメージは全体的にこう丸く膨らんでるようなスマートなね、形状となっております。この辺もね US トヨタとアジアのねトヨタのデザインの違いなのかなと思いますね。はい、こういったところもね個人的には好きなところなんですけど、こういうような感じでねふっくら膨らんでるような感じとなっております。はい、ハイラックスのミラーですね、タンドラに比べてちっちゃいですね。日本車サイズぐらいのね小さめのミラーがついてますね。はい、でこちらの方は、樹脂パーツになってます。これもグレードによる違いですね。でウィンカーの方は LED って形で、この辺もね、今風なデザインになっているのかなと思いました。ハイラックスは全てのグレードのねブラインドスポットモニターっていうのはね装着されてないので、こちらもねタンドラとの違いになります。はい、ではね次サイド見ていきたいと思います。はい、サイドの方はこちらのねタンドラと同じような位置にねハイラックスっていうエンブレムがついてますね。はい、で結構ねこの辺もプレスラインがなくてシンプルなね、サイド周りとなっております。この下にあるボディサイドモールディング、こちら僕の
後付けパーツで今回付けたパーツとなりますね。ハイラックスの国内版に関してはね、ディーラーのオプションの方でこちら付けることができますので、皆さんご検討してみてください。標準にはこちら付いてないパーツとなります。はい。で、こういうような形で少しね丸みを帯びたサイドとなっております。で、下に降りてきてサイドステップ、標準でねハイラックスには付いておりますね。確か海外のタンドラって仕様によってはねこのサイドステップなかったりするので、こちらね結構乗ってると個人的にはねサイドステップありがたみは感じるとは思います。はい。でホイールの方はこの X グレードはね標準でこのスチールホイール鉄鎮ホイールが付いておりますね。これもグレードによる違いで、ベースグレードがね17の鉄鎮で、 Z グレードはねアルミホイールとなっております。上級グレードのね GRS に関しては18インチのねアルミホイールが装着されております。では次にこのちょっと荷台見ていきましょう。荷台の方もサイドからつながって、あんまりねタンドラみたいに一直線なプレスラインが入ってないようなねスマートなねシンプルなベッドとなっております。横から見ると結構ねこう横に膨らんでるような形ですかね。この辺がね、US のタンドラタコアマとねデザイン的に大きく違うとこなのかなと思いました。はい。結構全体的に膨らんでて、タンドラはねこの辺に丸い吸油口があったと思います。それに対してハイラックスはね少し四角いようなね吸油口がありますね。でこちらもタンドラはすぐワンタッチで鍵なしで開けることができたんですけど、ハイラックスはね日本車と一緒で、フロントのね、下のボンネット開けるとこの横のレバーみたいな引くと開くような形、まあ一般的な乗用車と一緒ですね。この辺もね違いで大きいのかなと思いました。横に見ていくとこのねテールランプがね横にこう三角形な形で、横から見てもねテールランプの存在感っていうのは結構大きいのかなと思いました。次にねちょっとリア周り見ていきましょう。じゃあ次にねこのリア周り見ていきたいと思います。このまずねベッドライナーは、純正のオプションとなりますのでご注意ください。標準ではねこちら、ついてこないので、後付けパーツとしてね、メーカーの方で用意しているパーツとなります。でハイラックスの、こちらテールランプの方も左右ね、上級グレードのものを装着しているので、ベースグレード以外はねこのテールランプとなります。今回はね、上級グレードのものを装着しております。タンドラと違ってヒッチメンバーはねこれ僕の付けたパーツになるので、こちらの方もね純正でヒッチメンバーはついてこないのでご注意ください。この辺もタンドラとの違いになりますね。で左右の方にトヨタのエンブレムと、こちらねハイラックスのエンブレムがついておりますね。こういったところもね US トヨタとまた違いますよね。タンドラはこの辺にねプレスラインで大きくタンドラっていうかっこいいね、ロゴが入ってましたよね。でトヨタの方はこのリアゲートハンドルの方にタンドラはね、トヨタってエンブレムがついてるんですけど、ハイラックスはねこういう感じでエンブレムが独立してるようなね、形となります。ハイマウントストップランプですね、ハイラックスはここについてますね。でテールランプの方もこういうようなね形状で、一応まあ純正なんですけども、今風なねデザインとなっております。タンドラはねハロゲンだったのに対して、ハイラックスはね上級グレードは LED って形でね。でリアのテールゲートハンドルもハイラックスの方が大きいようなね形になってますね。でただねリアのこの感じも車体に合わせたようなねつるんとしたデザインで、あまりね、カクカクするようなねイメージを与えるようなプレスラインっていうのはほぼほぼ入ってないです。はい。全体的に膨らんでるような形ですね。最大積載量は500キロ、これはね国内販売車なので全ての車両がね、最大積載が500となっております。テールランプとなりますね。はい。ストップランプはこちらで、スモールをつけるとこちらがねチューブが光るような形となっております。こちらねバックライトが光るような形になりますね。標準の上級グレードはねこちらバックフォグになるのでご注意ください。こちらねタイトヨタ車外の純正品をつけてるので、こちらもバックカメラがね左右使えるような形となっております。こちらね、リアゲートハンドルになりますね。こちらね、タンドラと一緒で樹脂でできております。で持つところはタンドラの倍ぐらいあるかな。この辺結構ねハイラックスの方が広くできてるので、かなりね握りやすいかなとは思いました。でタンドラとの違いとして、タンドラはね、荷台も集中ロックっていう感じで一気にロックかけられたんですけど、こちらねハイラックスは車内と荷台のね鍵が連動してません。なのでそれぞれ別になりますね。ハイラックスも一応標準でねありがたいことにこのバックカメラがついてるので、こちらもね、大きなポイントなのかなと思いました。リアステップバンパーっていうのはねこんな感じになってますね。この辺もタンドラとちょっと形状が違うような形ですね。ハイラックスはこういうような感じでね、ちょっと一体感のあるようなねステップバンパーとなっております。これも標準でね装備されているものですね。個人的にはね踏みやすいんですよ、サイドステップと違って。結構こんな感じで足かけれるので全然ね問題ないかなと思います。ただねリアのテールゲートを下ろすとね、このステップバンパーって使えなくなるので、オープンベッドの時とかですね、結構これ中のものをね一瞬取るのには役には立ちますね。でハイラックスも同じようにこちらのね、ハンドルを引くとハイラックスのね、テールゲートが開きます。でこちらね僕車外パーツつけてるんでゆっくり開くんですけど、標準だとねバタンと倒れてくるので注意が必要ですね。はい。でこんな感じですね。
そんなパッと見長さ的にはタンドラと同じぐらいの気がするんですよね。タンドラの方が、まあ、多少長いような形になるんですよ。数値で言っても何メーターも違うわけではないので、この辺はねそこまで変わらないのかなと思います。タンドラとねちょっと違う感じのはこの幅、やっぱりね車格が20センチ違うんで、この幅がねちょっとねタンドラの方があるような気がしますね。ただね大きく大差はねあるようには感じません。これ乗ってみましょうか。はい、今ちょっと乗ってみました。だいぶねやっぱりタンドラの方が幅があるような感じ、腕を広げてもあのハイラックスの方がねやっぱね狭いような感じはしますね。タンドラの方がもっとね腕開けたのでこういうような感じですかね。ただ十分ねハイラックスでもいろいろね物を積むことはできるので、そこまでねタンドラと荷台についてはねそんなに大差はないのかなと思いました。ハイラックスの方がねワンス気持ちね一回りちっちゃいかなぐらいのレベルです。でハイラックスはね純正で荷台にフックがついてるのですごい使い勝手はいいです。メーカーが用意している純正オプションのベッドライナーにはねこのトヨタマークがついてます。追加で購入が必要になります。だいたい10万円ぐらいかな。リアウィンドウになりますね。形状はねほぼほぼタンドラと同じです。タンドラもハイラックスもリアにね電熱線が入ってるような形になりますね。僕ね今これスモーク貼ってるんですけど、標準はね普通のクリアのガラスになるんですよね。結構ねこれ皆さんね買うまで気づかなかったりするんですけど、こういうような形でねフロントと同じようなクリアとなってるので、そちらも注意が必要ですね。でタンドラがシャークフィンアンテナだったんですけど、ハイラックスはね普通のこういうような感じでアンテナとなっております。